際はしてるんや。え、うっさいね。これは飲み物の会社の人が飲むために飲み物として作ったんやん。わかるか。これはだから、これは飲んだ瞬間には飲み物になるけども、これは捨てた瞬間にゴミになるんや。うるさい。わかるか。飲んだら飲み物、捨てたらゴミや。あ、飲んだら飲み物、捨てたらゴミや。飲んだら飲み物、捨てたらゴミや。飲んだら飲み物、捨てたらゴミや。置いたら置物、座ったら椅子、投げたらボールや。シュッ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 、ペットボトルロケットや。凍らしたら武器や。何の話をしてるの。何にでもなるという。それ聞いて学校行こうってならへんって言うてんねん。そうで、ええ感じにはなってんのやろ、はい、飲み物を勧めて、ほんならちょっと一服してから学校行こうって、こう優しく語りかけるのはええから。分かった。まあそれ採用するから、まあ、はい、もう一回そこは C や。それはよし、分かった。うん、飲み物買い回したのかい。ビビってんのか、これのせい。やましいわ。いやねん、お前。よし、おしることええか。いるか、ボケ。おい、誰がお前興味の学生おしること喜ぶねん、ボケが。お前いらんのか。いらんねん。コンボダンスするか。いらん言うてね、暑いこんな時期にお前。いらんのかいな。いらんねんって。おしるこするか。なんでおしるこ2個あんねん、お前。いらんのかい。並べときはね、おしるこいらんねん。コンボダンスするか。なんでこんなおしるこコンボダンスしかないねん。変な自動販売機や、ここ。こっちのこれや。なんや、おしるこするか。おしるこばっかりやないか、これ。え、ドロッとした喉の渇く。コンボダンスするか。いらんって言うてんねん。いらんのか。ああ、おしるこするか。おしることコンポタージュしかない自動販売機でなんやねん。おしるこするか。あ、ここおしるこ2連続。お知らんわ、おしるこ2連続。おしるこ、おしるこ、まあ、熱い熱いやろ、この自動販売機の中で。ゼロカロリーコーラしようか。いらんって。ゼロカロリーコーラ人気やからな。急に悩む。ゼロカロリーコーラ。いらん言ってるやろ。熱いし、ゼロカロリーコーラ。飲み物自体いらんねん。どうせ飲むんや、お前。うるさい、俺はもう。はい。いらんって言ってんねん。お前、ゼロカロリーコーラ捨てるな。なんで全部言うねん、こいつ名前。なんでゼロカロリーコーラって全部言うの。はあ、見てこれ、ほらもう穴開いてるわ、これもう。ほら、お前がバーンやるから、ペットボトル下穴開いてもうて、こっからポタ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 ゼロカロリーコーラがもう下にポタポタポタ。なんで全部言うねん、ゼロカロリーコーラ。ここゼロカロリーコーラ、ゼロカロリーコーラって全部言うのやめろ、気持ちが悪いから。コカ・コーラのゼロカロリーコーラ。コカ・コーラのって会社の名前つけてもややこしいねん。ポタ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 、あれゴミや。もうどっか行けもう。飲まれへん。知らんもん。ここは飲み物、あれゴミ、これ。一緒いわ。はい、人間は何でもすぐに捨てるようになりました。知らんね。すぐに捨ててリサイクルできないものはすぐに埋め立てる、ね、で埋め立てて飛行場なんかするんですよね。で、飛行場にして飛行機を飛ばす、ね、人が乗る。で、外国へ行く、ね、で外国へ行って、あの日本人の口に合わへんわっけのわからん、あのまずいお土産買うてくるんですね。で、お土産買う